皆さんこんにちは。今日の動画は弊社のエアノズル全て集めましたので、こちらをご紹介する動画になります。これだけたくさん種類がありますので、どれを選べばいいのかわからないという方にぜひ見ていただきたいと思います。大きく分けると2種類に分けられます。こちら側がコンプレッサーを使って使用するエアノズル、こちら側がブロワーを使って使用するエアノズルです。この今手に持っている SAP というシリーズ、これはコンプレッサー、ブロワー両方で使うことができるんですけれども、それ以外はどちらか片方専用のエアノズルになりますので、まずはコンプレッサー、ブロワーどちらかを使用しているかからエアノズルを選びください。それから噴射の特徴によって5種類に分けられます。一番画面の手前側がフラットタイプ、それから真ん中スポットタイプ、こちらがスリットタイプ、エアー増幅に特化したタイプ、エアーガンのこの5種類です。まずはフラットタイプです。フラットタイプは噴射の穴が横一列に並んでいるのが特徴ですね。噴射口付近では打力差が生じるんですけれども、距離を取ると均等打力になります。コンプレッサー仕様のエアノズルから紹介していくと、台風ジェットの噴射幅 24mm のタイプ、この4つが台風ジェットの噴射幅 42mm のタイプ、もともとこちらがあったんですけれども、このだいたい全長が3分の1くらいになったコンパクトなタイプというのが新しくできました。こちらの方がよりワークに近づけることができるので、コンパクトでおすすめです。これが樹脂製で、こちらが金属製ですね。台風ジェットの噴射幅 50mm のタイプ、金属製です。台風ジェットの噴射幅 121mm のタイプ、こちらは樹脂製です。台風ジェットの噴射幅 300mm のタイプです。こちらは長尺タイプで、最小 100mm、最大 1400mm のラインナップがあります。台風ジェットの長尺タイプ、チップ式で噴射幅は 300mm です。この全金属製との違いは、後ろのネジを外すとこのように噴射口部分が取り外すことができます。これによってここの部分、噴射口の部分を掃除できたりとか、これ自体を交換することということができます。ラインナップとしては最小で 200mm、最大で 1200mm になります。 HF の穴が7個開いているものです。この他に穴が14個、それから19個開いているものがあります。ネジサイズはここが R4 分の1のものと R8 分の3のものがあります。フラットタイプのブロワー仕様は、こちらが噴射幅 42mm の台風ジェットのタイプ、金属製と樹脂製です。ブロワー仕様の台風ジェット長尺タイプ、噴射幅 420mm です。長尺タイプのラインナップとしては、最小で 84mm、 最大で 1596mm になります。穴が炭鉱に開いていたりとか、円状に開いているのがスポットタイプの特徴です。ピンポイントで狙い撃ちをするので、強力なエアブローができます。台風ジェットのラウンドタイプです。こっちが樹脂製、こっちが金属製ですね。金属製は穴径が 1.0mm のものだけなんですけれども、金属製は 0.8mm から 1.4mm まで5種類選べることができます。こっちは金属製のネジサイズ8分の1のものですね。少し小さいです。台風ジェットのラウンドタイプが5個ついたタイプです。後ろからエアを供給します。炭鉱の CCPA のタイプです。穴径が 1.0mm から 2.5mm まで4種類選べます。こちらがネジサイズ4分の1、こちらがネジサイズ8分の1です。ブロワーで使われる台風ジェットのラウンドタイプです。こちらが樹脂製、こちらが金属製です。噴射口が溝のようになっていて、エアーがカーテン状に出るのがスリットタイプの特徴です。特にこの長尺のタイプは、距離を近づけないとエアーブローの効果が出ないので注意が必要です。 VZ シリーズです。エアーの消費量によって15種類型番があります。こちらがネジサイズ4分の1サイズ、こちらがネジサイズ8分の3です。SAP シリーズです。ネジサイズ8分の1、こちらがネジサイズ4分の1です。 SLNHA-H です。 250mm から 3950mm まで製作は可能ですが、手元にあるのは 530mm のものです。 530mm でも 5kg ほどあってかなり重たいです。
後ろからエアを供給します。 SLNHA-NA です。こちらとの違いは分解ができてセルフメンテナンスも可能な点です。 250mm から 1500mm まで製作が可能で、これは 570mm です。こちらも後ろからエアを供給します。 SLNB です。 250mm から 1950mm まで製作が可能で、こちら 400mm のものです。こちらからエアを供給します。エアの増幅機能を持っているのが EJ シリーズです。こちらの穴からコンプレッサーエアを供給してエアを吸い込んで吐き出します。エアの噴射量、それから吸引量を調整できる機能もついています。全部で4型番あります。タイフージェットのノズルをガンタイプにしたのがこちらです。ここに調整弁があってエア量を調整することもできます。取り付けられるのはタイフージェットの噴射幅 24mm のもの、噴射幅 42mm のもの、それからラウンドタイプのもの、この3種類です。全ての商品ざっくりですが紹介しました。具体的な仕様というのはカタログに記載がありますので、そちらを確認いただければと思います。それでは本日もありがとうございました。それでは、はい、最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。また動画をより良いものにするためアンケートを実施してますので、そちらも併せてご回答いただけると嬉しいです。